よろしく頼むぞ。 さあ、段待末21話。うん。あ、あの後か。いやあそこ、水口移しして欲しかったなあ <laughs> とか言っちゃったり。<laughs> うん。ここ来ないのかななんかこの、神聖な感じといい水の色。うんセーフポイント的な感じだ。あ、よかったね。 いや、運良すぎでしょこんなとこに落ちてきて。うん。あびしょ濡れ。あ、だから今、引いたいて、服脱いでんのうん。お、あ、ちょっと待って、これ、裸になんの二人とも。あベル君偉いね。見ないように。うん。うわあ、けど、リュウペッ <laughs> いや、めっちゃ意識してるよね、ベル君のこと。あー、もう、紳士だわ。えいやー、ここはさすがに、リュウさんなんじゃないのああ。<laughs> 見ちゃったね。<laughs> ベル君もいい体してるわ。うん。いや、こういうとこだよね。モテるのは。 いや、ちょっとちょっといい雰囲気じゃん。ええー、ちょっといい雰囲気すぎないいやーもうけどこのまんま本当に前回のお話見てるとな、あー、もうベル君と一緒に幸せになってほしいなとか思っちゃうよね。もうリュウさんの歩いてきた今までの道過酷すぎるもん。もうずっとあのね、参加。 ま、どんな感じかなと思ってたけど、もう想像以上だったからね。前回が。いや、幸せになってほしい。みんながね、繋いでくれた命。救われた命をさ、まあ、そういう方に、風に使ってほしいよね。戦いとか、憎しみとかではなく、幸せになるためにさ、 いやー、けどなベル君は、まあ、せめて今だけでもね、まあ、ベル君独占して、で、セーフポイントみたいなところにいるっぽいから、少しここでね、ちょっとホッとするような感じになってくれないかな。それを許してくれるのかなー、まあ。けど敵来ないんだもんね、出なきゃ。けど、ここにあんま長くいてもあれなのかな。 また食料問題とかそういうのも出てくんのか。いや、難しいとこだね。で、どうせジャガーノートとかもまたね、いるだろうし。ほう、優しい嘘。ああ、背向き合っちゃう感じね。うん。<laughs> リュウん <laughs> うん。ほうう、さん。うん。 いやー気持ちが高ぶっちゃってんじゃないますます好きになって。うん。まあ、それもけど、ある意味生存本能なんじゃないのうん。あら、なんだ、真面目モードになったね。あー、あれねうん。 いや、知るはずないよね。だから、これなかったらほんと終わってたよな、二人とも。うん、ベル君。うん。いや、これこそ英雄の資質なんじゃないのうん。あ、あれかな おん全部話すんだ。うん。うん。話したんだね。んージュラ、あいつ。 うーん、ベルくん。うーん。うーん、いやー、今ここで死んだら、いやー、やばい。同じようなこと言ってようとしてる。みんなまだ来んなって言うよ。 えええマジでああ、真っ赤っか。あーえマジマジやばい。いや、けど、ここまで言わせたんだから、もうやる、きゃないんじゃない <laughs> めっちゃ積極的、リュウさん。ああ。 いや、けど、ここをまた断るのは、あれだぞ、ベル君。男として。ほ、は、う、あ。はうほほいや、けど、ここはね、うんって言わせるために行ったんじゃないいや、ほら。<laughs> めっちゃ可愛いじゃん。うん。え横島の思いえへへ、<laughs> むずっ。 難しくないそれ。ねこんな可愛い感じで言われたら横島になるわ。いや、何言ってんのいや、こんな顔で言われたらな。たまらないよね。あー、ベル君笑う。うん。うん。 いやー、てか、こんな空気になれてよかった、この場所で。うん。うん、えけど抱きしめ合うあれなんじゃないお下ろしたよ。<laughs> やば。これはこういうことわー、震えてるじゃん。いや、勇気振り絞っていったんだろうね。 ああ、ああ、いいね。<laughs> はあ、いやーもう、硫酸ルート最高。え <laughs> どこを見てるのなんだ <laughs> うん。あ、そんな感じではなさそうだね。 うん、まあ、いつまでもあれかな。今まではあれか。追いかけてた存在というか、背中だから大きく見えたのかな。あれけど、照れてんね、すごい。<laughs> いやいや、ちょっとあんまこっち見ると。<laughs> おうん。いやーね。こうやって、肌重ねると。 くー <laughs> ベルか<カ>。<laughs> うん、嬉しいんじゃないいや、けどこんなの神様に見られたら大変だな。うん。うん。ああ、いいね。 うん、食べる前に怒られそうだけど。うん。<laughs> いや、ほら <laughs>。ほらね。うんうん、みんな来てるよ。もうちょっとだと思うよ。うーん。うーん わあ、もう、好きにならないはずないね。こんな子そばにいて。あうん。どうなのうん。つれてる。うん。本当に大丈夫今、汗かいてたけど。 うん。うん。もうちょっといたら、そこなぁ。うん。うん。ってことは、使えないのか、左腕。 いや、これでどうすんのまたジャガーノートとか来たら。<laughs> わー、またこっから。んー、見れ練。わー、きつい冒険になりそうだよー。誰かなあー、まだベル君たち。うん。うん。 うん。特別。おん。えー、もう持って帰ったら。うん。え何したんだ蜜でも吸ったのかいや、よく龍さんあれだね。言ったね。 初めて見る植物。うん。いやー、何も起きませんように。<laughs> もう。<laughs> いやー、けど出てくるよな、きっとモンスター。んはー、あ。え、道がなかったらどうすんのこれ。ああすっ け。うん。クリスタルみたいな。えああ、割れるのいけるのか。おー、ここ、おほー、すげえああ、出てきた。ね、変わったんじゃない雰囲気。 ああ、37。うん。やばそう。いやー、この状態でまた戦わなきゃいけないんでしょう。ええー、怖くない怖くない逆に。うん バイキソウの気がする。もしくはジャガーノート。おえこれはうん。この穴はあ、大英駅って前に説明があったやつ。おー。うん。第四確か5個あったよね。うん。おーほ。 来たやば。行行。うん。いやけやこういう時こそ怖くない敵が出てないって。いけんのかな行った先になんかいんのか。うわなんかいそうだな、この先。 気をつけてようんあ行いけたねうんうんいや二人でなほんとにえなんだええ <laughs> <laughs> な何 うん。<laughs> 感じるんいないのにえあえあははは来たジャガーノートうわ最悪 いやー、来たやん、とうとう。うーん、うさん、大丈夫か待ち伏せだからモンスターがいないの、こいつに、みんな。あー。ええ何なんか体の様子おかしくないかなんか変だよね。は はは <laughs> どうなってんので、自分の体の一部みたいになってるってことえへへ、<laughs> 進化してるよジャガーノートが。いや、行くんかいベル。やれるうん。取り込んだみたいなことなのか。 いや、前より強いんじゃないのはぁ、あ、何種類入ってんのようん。えぇ、ー、そんなことまでできんのあー、キメーラ。あ、落ちてるあー、じゃあ弱ってはいるんだ。あー、前よりは、ん いや、強くないのねって言おうとしたけど。あ,あいろんな特性が入ってんのかもね。ああ、やばい。また怪我した。ああ。いや、厄介なのは変わんないんだね。いや、龍さん。トラウマだ。ああ、ベル君もね。 いや、動け、動け。ああ、やっば。大丈夫ああ、リュウさん。え <laughs>、ウさんは平均ああ、大丈夫か。いやあ、すげえ、あれになったな、ビジュアルに。んなんだあ、ビル君平均押したけど。え、なんかやばそう。 抜かれた。えああ。傷塞いでんのか。いや、ベルんいやーよくその判断したね。うーん。ええー。ええへへ。ああ。入ってこれない。 いや、大丈夫ん怖 <laughs> こーわ。やーば。えー、<laughs> 嘘でしょ。んー、まあ、後ろの方がやばいもんな。ええー、いったよ。あ ああいや、ナイスジャガーノートうん。怖 <laughs> っ。あっ消えた。いやー、けどこれまた来るだろうな。いや、てか、ペル君やばそう。 ああ、なんとかなった。うん。やばいね、満身創痍とはこのことだね。ああ意識戻った。うん。 いやー、これでまたモンスター来たらどうすんのよ。うん。ね、こんな横になってて平気いやー、絶対また来るだろう、これ。あー、次が最後だよ、多分。 うーんいやー今帰れると思ってるかな竜さんほ、はあえー、<laughs> うえ超かわいいこんな時に言うことじゃないかもしれないけど もう、ここでいい。ここのカップリングで。うーん。うーん、もう独占だ、独占。あーこんな最後。やっぱ、あれだね。硫酸的にはもう諦めちゃってんのかな、今の。うーん。 いや、もう精神的な疲弊半端ないね。これでいい、うん、うん。うん。うん。んえベル君えどうすんのえやりに行くの一人で。そういうこと 待って、やるの、えー、まあ出てったらいるんじゃないのわあ一人でやる気だ。マジかよ。ベル君、すごすぎるって。なんでそんな考えができるの半端ねえな、この子。 いやけど、ここになんか置いとくのも不安じゃない <laughs> あっち側からだって、モンスター来たらとか。まあ、けどもう、竜さんは起きないんだろうね。もう、疲れが限界突破してて。だから、ジャガーノートも撤退したように見えたけど、やっぱこれでベル君出てったらすぐ来るんじゃないのかないやぁ、1対1で決着なんだ。 けど見えるって言ってたし、さっき特性というかね、攻撃方法とか手段も分かったから、いや、今度こそ、あー、リリスケとか、あそこら辺出てくる前に自分の手でやるのか、あ <laughs> ー、やっぱこれでさ、本当みんな帰ったらさ、いや、どうなってんの、レベル。 あの、更新してもらったらさ、背中のやつ。すごいことになってんじゃないのベル君含めみんな、ベルフとかさ。そこもちょっと楽しみだよね。うん、ルビア。 これはなんかタイトル的に悪くない感じするけどね、星の花。というわけでとうとう多分決着、ジャガーノートと迎えるんじゃないかなと思うんですが、えー、ベルクイ一人で一体どんな戦いを繰り広げるのか、えー、これに注目したいと思います、えー。そして今回は何と言っても本当にリュウさんが可愛かった。 もうなんか今だけみたいなこと言ってたけど僕はもうリュウさんの方があれかな気持ち来ちゃってるかな傾いちゃってるかなアイズさんとか神様にはちょっと申し訳ないけどねアストリアファミリアとの過去がやっぱ悲しすぎるからさどうしてもリュウさんの肩持っちゃうよねまあ多分これを見てる皆さんも同じ気持ちだとは思うけどでまた誰か別のキャラクターがフォーカスされるとそっちに気持ち傾いちゃうんだよね <laughs> <laughs> はいというわけでね今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕の役者に対するコメントお待ちしております、えー、また動画の高評価チャンネル登録まだない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします以上動画もたつかお送りしましたバイバイ